はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。英語とクイズの心世界やっていきたいと思います。さあ、3日目ですね、今回。プレゼントをもらいます。さてと、これなんだろう。アリーナっていうのがあるみたい。挑戦してみましょう。という前に、社会、普通ですよね。おお、正解。難しい問題の方がいいかも。チェストは首、あ、ネックか。え、チェストってなんだ。胸なんだ。攻撃された。一体倒しましたね。対戦もはかどります。テクニック、スキルかな。 OK です。はい、回復系持ってると強いな。額かな。ちょっと赤が集中的に狙われてるな。いい感じです。やばいな。 OK、 いいとこへヒール使いましたね。さて、これ、はい、OK です。ですね、これで残り1体へ余裕で勝てるでしょう。転職、就職活動かな。 OK です。 OK、 倒しました。回答一覧です。結構問題あったんですが、必ず引けるガチャだけ引いときましょう。ちょっとよく止まるよな。星さん来た。闇ラビーキング。ちょっとガチャじゃなくてユニットで装備編成か。進化ってできないのかな。
お、進化できるやん、これ。星4になるね。これはまだ足りない。星5。これがね、できればいいんだけど、これも進化できますね。星4になる。星3を星4にするには美味しいよ、と思うんで。強化しましょうかね。ベルダンディを。というわけで、強化です、ベルダンディを。でもまだ最強に強化されてないんだ。なるほど。このいらんかな。星2が選べないんだ。というより、レベル60まで上げないとダメなんですよね。まあ、普通に、ミッションじゃない。ガチャでもない。クエストで、クエスト行きましょう。ボス属性があれなんで、緑ですね。びっくりドンキーだな。あ、そうなんだ。ロバなんだな。倒しました。爪？爪ってなんだ？ネイルだ。釘って意味をなるんだね。哺乳類ってなんだ？ライオンだ。さあ、ボス登場です。頭ですね。これで一体になった。ボーン。OK です。倒しました。中級もあるんだ。ボス属性は変わらないか。これでいいや。そしてですね、青主体の属性がいいんだけど、パーティーメンバーここから変えられないのか。とりあえず行きましょう。ナミクヒーラーを揃えた方がいいんですけどね。乳類？豚だ。オッケー、一体で倒しました。これこそ最大の防御かって言ったらなかなか難しいところで。さあ、全員攻撃。タッチはもちろん、サールです。まあ、関係ないほど強いですよね。ケーキですね。
1体倒しました。これはもう勝てるでしょう。リフトを持ち上げるライズ、いきますね。サクサク進みます。上級もいけるんじゃないかなと思ったら AP が不足してんのか。すぐ AP が不足しますよね、このゲーム。これも装備不足か。素材を作成できるんですよね。進化に用いることができると。ただここで進化に用いていいのかわからないな。図の面ですね。R? なんだろう。ラディッシュってそういう意味なのか、ドラゴンボールの。これ笑うなんだ。これですね、動き。つかむ。うどんヌードルズか。順当にクリアです。ガチャってスターダイヤ引けるんかな。まだ3000いってないからスターダイヤすぐ引けない。エナジー遺跡、エナジー遺跡を使っちゃおうか。ちょっと待った。これ、ボスが。ってことは赤がいいね。赤はこいつ、これです。これかな？当たりました。ことわざ。スメは都？OK です。To every bird his one nest is best か。さあ 59% しかないぞ。シルリアン、セルリアンじゃないよな。これは意外と簡単でしたね。
間違えた。これかな？鳩ですか？え？カモシカか。カモシカって言うんだ。倒しましたね。そしてレベルが上がった。もう一回挑戦してみましょう。なかなか楽じゃない相手ですよね。赤。OK です。あまりダメージ食らってない。有利旗開けそう。リスン。これで一体倒しました。これかな？ターゲット。なるべく早く答えないと有利ですね。スキルアップするとどうなんだ？スマイルアシスト。2択になります。ロード。これで一体倒した。え？何これ？フートってそういうことか。やばいですね。ちょっとこっち回復させたい。リフト、ライズ、さっきのあれか。さあ来い。オッケー、当たった。これで一体。回復しておきましょう。ディスティンクトってなんだ？これはちょっとまずい。マイナー。勝ちました。おっと、復活してきてやがる。マジ？ストックオプション、オッケー。出力ですね。これでとどめを刺しました。結構長かったな。なんかね、冷やし中華が結構気に入ってるけど、どうやったらギルド入れるんだろうな。おっと、なんかこれスターダイヤガチャ券っていうのも手に入れましたね。そんなものがあるんだったっけ。
チケットガチャっていうのがあるみたいです。それがこれですね。10連ガチャが1回回せます。お、これはなんかすごい。星音来た。星音アレン。これも星さんだ。この星音が強いですね。のアレンが結構いいんじゃないかなと思います。声がないのはちょっと残念だよね。というわけでユニットで青ユニットっていうのをそうそう作らないとね。 T 編成でお任せ編成、青がそんなにないんですよね。まあ枠として入れるのは当然として、まだちょっと青の、青って初めてか、助けがないんでまだ動けないですよね。ということで強化素材ユニット自動選択、まあそうなりますよね。そりゃそうだ。これで40まで上がった。おっと、大成功で。じゃ、おっと、意外と少ないんだな、パーティーとし、して。これを入れると、合成できるんだ。合成で。これもそうですね。青がね、これしかないんだ、今のとこ。トスが緑だから、赤がいいですね。赤ということは、つまり、赤パーティーを用意しないといけない。わしですね。金庫かパラ、
これはわからない。もちろんツバメです。これで残り1体になった。倒しました。おっと、なんか落としたぞ。銅の斧の図面。ミスバンクルの落とし物っていうのはあるみたいです。ってことは当然のとく緑を選ばないといけない。パーティーも緑。バグですね。タートルです。OK です。このユニットを確かにいいかもしれないんだけど、パーティー編成としてはこの子を、あ、間違えた、この子を入れて、言うのが正しいかな。さあ、クエスト、さっきの、ミスバンクルの中級行ってみましょう。どんどん行きましょう。私だってみんなを守りたいんです。さあさあ、トウキビ、ズッキーニ？ズッキーニか。イチゴですね。牛です。結構きつい。汗はスイートかな。倒しました。最後にクエストの3は1個消費するから足りないんだ。結構な。まあ1消費する程度なら
スクイッドって何だったっけ？イカだったんだ。ボルトスゲームか。さあ、ステージ2が解放されました。というわけで、ここでもうあれがなくなったようです。星まで進化できるのか。あとしばらくはないわな。むしろユニット編成で赤のユニットがあるんだけど、で星1になってんのかっていうのは気になるな。ひとまずこの辺りですね。はい、というわけで、こちらもまたやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。